イ・ビョンフン監督作品常連の名脇役女優5選。イ・ビョンフン監督作品の主役というと、宮廷女官チャングムの誓い、トン・イ、オクニョ運命の人などのヒロインを演じ、ブレイクした女優たちが印象的ですが、そんなヒロインたちをフォローする脇役にも、名女優たちが揃っているんです。というわけで、今回は、イ・ビョンフン監督作品常連の名脇役女優5選と題して紹介していこうと思います。キム・ヘソン。最初に紹介するのはチャングムの母役としておなじみのキム・ヘソンさんです。1969年9月28日生まれのキム・ヘソンさんはイ・ビョンフン監督作品だけでなく多数のドラマや映画に出演してきたベテラン女優です。時代劇のみならず現代劇でも活躍するキム・ヘソンさんですが、やはりチャングムの誓いでのチャングム母パク・ミョンイ役のイメージが強いかと思います。このキャラクターは物語の序盤で亡くなってしまうのですが、娘のチャングムは母親に濡れ衣を着せた人物を探し宮廷の陰謀について知ってしまうというのがドラマの軸となっているため、ドラマのキーマンとも呼べる重要な人物なんです。この母親役は優しさと賢さを兼ね備えた理想の母親として人気となり、続くトン・イでもトン・イを温かく見守る観察夫のチョン・サングン役という理想の上司役として出演することに。このチョン・サングンは早くからトン・イの才能に気づき、トン・イに厳しく指導しながらも成長の手助けをするという良き理解者であり、最後には観察夫のチェゴ・サングンにまで出世します。さらにバイにはインソン・タイヒ役として出演しています。このインソン・タイヒは夫の王ヒョジョンと共に秦国の人質となった人物です。秦国で次の王ヒョンジョンを産みますが、権力闘争から息子を守るため保守的な考えになります。キョンミリ。キョンミリさんといえば女優のイユビさんとイナインさん姉妹の母親として知られていますが、2023年にイナインさんが俳優のイスンギさんと結婚したことで芸能一家の母親となり話題を集めました。1964年9月19日生まれのキョン・ミリさんは奇跡の50代女優としても有名で、イ・ビョンフン監督も参加した1988年より放送された長編歴史ドラマ朝鮮王朝500年イ・ニョルワンフでスクピンチェ主役を演じ新人賞を受賞しています。以降もチャングムの誓いとトン・イに出演し重要な役を演じています。チャングムの誓いではチェ・サングン役を演じています。このチェ・サングンは一族繁栄のためなら手段を選ばないという人物であり、友人であったチャングムの母親やライバルの女官たちを失脚させただけでなく、チャングムの追放も企む悪女です。この悪女イメージは相当強かったようで、その後の CM 出演が激減するほどだったと言われています。当初キョン・ミリさんはチャングムの師匠ハン・サングンという優しい人物役を演じる予定だったそうですが、チェ・サングン役がなかなか決まらなかったことで正反対の悪女チェ・サングン役を急遽演じることになったんだとか。次に出演したイ・サンではイ・サンの聖母ヘギョン軍役を演じています。このヘギョン軍は悪女ではなく子供思いの優しい母親で、コメビツ事件により夫のサドセジャを失ったことからイ・サンのことを常に気にかけている人物です。息子のイ・サンもまた周りは敵だらけという辛い状況に置かれ、次期王の母親でありながら周りを信用できないという難しい役どころです。リスク。1956年3月27日生まれのイスクさんは
韓国ドラマ好きなら一度は見たことがあるおばさん役、女優として知られている方です。数多くの作品に脇役として出演しているイスクさんも、イ・ビョンフン監督作品には欠かせない常連脇役で、ホジュンからオクニョまでの全てのイ・ビョンフン監督作品出演しているレギュラー女優なんです。イ・ビョンフン監督作品以外と同様に、役名もないおばさん役やお母さん役として出演しているのがほとんどですが、オクニョではメインキャストたちとたびたび絡む酒場の女将役として出演しています。肝っ玉母さん的なキャラクターとしてほぼ全編に登場するレギュラーキャラクターであり、現在も多くの映画やドラマを支える名脇役として活躍しています。キム・ソイ、チャングム、イ・ソン、トン・イミ三軍役で出演しているキム・ソイさんは1971年2月23日生まれの女優です。現代劇にも出演されていますが、出演作の多くは時代作品であり、その中でもイ・ビョンフン監督作品が代表作となります。イ・ビョンフン監督作品で三軍役といえばキム・ソイさんと言われるほど印象的で、チャングムの誓いでミン三軍役を演じたことにより人気を獲得しました。ミン三軍は序盤から登場するチャングムの先輩であり、おしゃべりで優しいお姉さん的立ち位置となります。続くイ・ソンではピン軍月のキム三軍役を演じています。キム三軍は王妃に対してもはっきりと物を言うキャラクターで、当初はヒロインソンヨンのことが気に入らず邪険に扱う嫌なタイプでした。しかし徐々にソンヨンを認めるようになるのですが、口の悪さから問題を起こすことも。さらにトンイではコミカルなポン三軍役を演じています。最初は出世欲の強いキャラクターとして登場しますが、トンイがスーウン三軍となると自らトンイ付きの三軍となり、その後トンイと行動を共にすることとなります。トンイが王宮から追放された際にも付き従った義理堅い人物で、最後までトンイを支え続けた名脇役です。登場は中盤からですが、活躍場面は多く、メインキャストの一人にも数えられる重要なキャラクターですね。イ・ドウン、もともとイープセという名前で活動していたイ・ドウンさんは、ホジュン、チャングムの誓い、イ・ソン、オクニョといった作品に出演している1979年5月4日生まれの女優です。時代劇作品の出演が多い方で、イ・ビョンフン監督作品のホジュン、チャングムの誓い、イ・ソンではヒロインに意地悪をするキャラクターとして登場しています。先の2作品ではただのいじめっ子といった印象でしたが、イ・ソンのヤンチョビはヒロのソンヨンと同居する幼馴染テスのことが好きになると、ソンヨンに対して優しくなるという調子の良いキャラクターであり、やがてソンヨン付きの三軍となり出世する要領の良いタイプです。このどこか憎みきれないキャラクターはオクニョ、ノチョングムも同様で、誰もが恐れる朝鮮三大悪女の一人チョン・ナンジョンの使用人でありながら、主人のユン・ゴニョンの愛人になろうとする抜け目のない人物であり、それでいて仕事をサボってつまみ食いしたり、他の使用人に威張り散らしながらも怖がられていないというコミカルなキャラクターでもあります。このチャングムは物語の鍵を握るような重要な人物ではないのですが、なんやかんやと最初から最後まで登場し笑いを振りまく印象的なキャラクターとなっています。このキャラクターが面白いとしてイープセさんも人気となりました。まとめ、以上イ・ビョンフン監督作品常連の名脇役女優5選の紹介をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。男性の名脇役と比べると活躍シーンも多く、
主人公やヒロインと共に行動するキャラクターが多かったですね。